はい、皆さんこんにちは、マンダリガルビッシュです。では今回はハーツオブアイアン4、都道府県モード千葉県プレイの続きをやっていきたいと思います。前回からですね、ついにというところで首都圏ビッグ3、埼玉、東京、神奈川というところと戦争を始めたわけなんですが、ちょっと群馬帝国がね、押され気味かなというところはあるんですが、千葉県勢はですね、一進一退の攻防を繰り広げているという状況になります。で、一部ですね、強襲上陸をかけられているところがあるんですが、ここは師団を駐屯させてますので、直に追い払えるかなというふうに思います。では師団が新しく振り出されてますので、これを配置していっちゃいましょう。師団の数はね、いくらあっても困らないとはいえですね、すでに人的資源は完全に枯渇という状況なので、できるだけ消耗戦にはならないような戦い方をしていきたいなというふうには思っています。で、今回はもちろん目標としてはですね、確実に埼玉、東京、神奈川を葬り去るというのがプランにはなるんですけども、それが叶わない場合でも、少なくてもですね、千葉県が、埼玉あたりはですね、食っていって、ちょっとでも領土をね、獲得して工場を増やしていければいいかなというふうに思います。あとですね、今後レジスタンス対策というところも考えて、新しくですね、編成をちょっとコピーして作っていきましょう。で、ここはですね、名前を MP とかにしときますか。どうもね、MP って聞くと、僕はマッサージパーラーをね、思い出してしまうんですけど、ここは憲兵の方です。とはいえ、憲兵って入れられたんだっけ？ちょっと確認します。MP ってそもそも今入ってないね。なので、MP が次、研究の中に突っ込みましょう。というところで、じゃあ時間を進めていきます。東京陥落、ちょっと確認しましょう、中身。激しい市街地戦が起こった都市部は今や銃声の音一つしない瓦礫の山となった。最後の抵抗地である都庁に対し、選抜隊、これちょっと選抜の感じが合ってるのかな、突入をかけるが、そこには少数の戦力しかいなく、物気の殻だったということですね。東京諸島部政府が大帝都東京に宣戦布告。この大帝都東京っていうのは、前々回かな、東京に対してクーデターを起こさせた時のもう一つのクーデター政府が大帝都東京ですね。なので、東京と東京諸島部政府というのが新しい東京だな。ただこれがほぼほぼ東京丸々なんで、何も変わらなそうですね。で、東京諸島部のいわゆる首都はどこなのかというところなんですが、パッと見だとどこなんだろう、ちょっと見当たらないですね。この辺は東京諸島部政府になってますね。ただこれに対する首都がどこなんだろう、ちょっと見当たらないですが、ちょっと確認をしていきましょうか。ここは改めて、で、師団の方をじゃあぐいぐいとできればですね、埼玉の方に送っていきたいので、埼玉中心に軍を展開していきます。で、チーバ君もね、主力を率いて進んでもらいましょう。
まあ、このまま順調にいけば群馬の方もちょっと盛り返してきてるんで、領土は獲得しつつ、さらに埼玉、あとは東京諸島部政府は食っていけるかなという感じがしてきましたね。で、まあ、ちょっとね、全然違う話、このまま戦争は続くんですが、一応10月の大旅行の予定がフィックスしまして、今回はもう本当にノーアポ、誰とも、事前の約束なしに気楽に遊びに行こうかなというところで、チケットとホテルももう予約済みです。で、あと11月はですね、3連休があるので、そこでお休みを、まあ、くつげて、タイに遊びに行こうかなということで、飛行機はもう取ってありますと。で、12月まだ取れてないんですが、12月もね、行くつもりではいるので、12月まで、まあ、タイにバンコクに遊びに行ければ、年初に目標として掲げていた毎月タイ旅行がなんとか達成できるかだというところですね。ちょっと来年はね、少しいい包帯タイに行く回数を減らそうかなと思ってるんですが、それでもどうだろうな、まあ、3ヶ月に1回とか、2ヶ月に1回ぐらいは遊びに行けたらいいかなというふうには思ってます。で、足りていないところに重点的に割り振っていかなきゃいけないので、いや、でもだいぶ工場は増えてくれたな。こんだけ工場があるとすごく助かりますね。で、原子式ロケット砲はこの次は2の方に進めます。で、また足りなくなっている鉄を徳島からどうかと輸入しましょう。で、払い出した手段は置いていきます。置いていきますというのは割り振っていきますということですね。一応駐屯している部隊に割り振って、これが数揃ってきたら2つに割って構成をし直しましょう。新たな攻撃手段として、で、またね、雇い入れていかなきゃいけないっていうのもあるんで、司令官を雇いましょう。お、東京諸島部政府がワラビスタンに対してって、ワラビスタン、ワラビスタンっていうのができてるねちょっとこのワラビスタンかっぽじろうよ普通に。このワラビスタン取ればここそのまま領土になるでしょう。で、何をしてたかというと、生産のラインの調整ですね。ここにちょっと飛行機をね、満を持して作り始めましょう。まあ、ちょっとずつではあるんですが、ね。で、さらに、兵員走行輸送車、これも作ります。本当にね、ワラビスタン、ろくでもないことしてくれたから、
がちょっと足りないのは、今飛行機作り始めたからですね。これはじゃあ広島から追加で輸入しましょう。でちょっと改正をしましょう。これを自動車化代替の機械化歩兵へと変更。これも機械化歩兵に変更していきます。まあ東京の首都新宿を完全に制圧してあるので、あとはワラビスタンを取って、工場で数もらいましょう。ワラビスタン降伏で戦争への貢献度確認しとくと、千葉が35、悪くないね。群馬できれば最終的な勝利、そのタイミングでは群馬を上回っておきたいんで。よし、取りましたね。強襲上陸のどかしてますが、これは跳ね返せるので放置します。ではちょっと仕切り直しましょうか。まあもう師団の数をねあまり割く必要はないかなとは思いますんで、1個師団だけ動かして、残りはこの後を見越して福島方面へと転戦しましょう。お、早速レジスタンスが活動してるな。このレジスタンスの活動はね抑制していきたいので、場所確認しましょう。埼玉か。であとは、まあ、今後のことを考えて地上支援の空軍長官を雇い入れておきましょう。もうこの先どんだけ進行しても大帝と同郷の土地にしかならないので、支援部隊を残して残りは全部次の戦局を睨んで福島の方へと軍を動かします。で建設のスロットで飛行場、まあ飛行場はいいかな。まあ、福島は容易に飲み込めるでしょうと、まあ、ちょっとねまだ福島県民の方いたら申し訳ないんですけど、まあ飲み込めるでしょうということで、まああえてそこに飛行場を作らずに進んじゃいましょう。でここでの目標は群馬帝国を出し抜くということなので、群馬帝国が戦争準備を整える前に福島に対して先制を布告で、その後に一気に福島を平らげて福島の全土をもらい受けようというね作戦になります。でちょっと MP が出てくるまで、配備できるまで各プロビデンス州にちょっと不本意ではありますけど師団を駐屯させましょう。その上で師団を2つに割ります。でこれにまた新司令官を雇い入れるタイミング
政治力がたまったらこれを使っていきましょう。まあ、MP が入ってきてさえくれればそれで駐屯させる歩兵手段は MP に任せちゃおうということになるとは思うんですが、それまでの間はレジスタンス潰しのために普通の陸軍の手段を使いましょう。で、生産のラインの方はこれ以上の調整は難しいのかな。ちょっとね、どうかどうかと作っていかなきゃいけないので作っていきましょうというところと、あと建設のところは、まあ、今後睨むとちょっと房総半島は一旦海軍の造船所をまとまった数作りましょう。これでいいかな。また強襲上陸来てるけど、まあ、これも跳ね返せるかな。では我々は次回はですね、福島に宣戦を布告して、福島をね取りに行こうかなというところになりますね。上陸されてるけど、まあこれもね、すぐに跳ね返せると思いますので、問題はないでしょう。ちょっと人的資源がねきついかなというところですね。で、改良型対空砲、これのアップグレードが済んだので、続いてはじゃあちょっと今後のことを考えて、生産系のアップグレードを入れていきましょうか。では今回はじゃあここまでにさせていただいて、先ほどお話したように次回はですね、福島に宣戦布告して群馬を出し抜くということで、ちょっと陣営内で足並みが揃わなくなりつつありますが、そういう戦い方をしていければいいかなというふうに思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。